洋式洋式政党9年3月14日は、明前期の政治家。縄宮で、四季は字。民主末期148に、つてがある。厚生省、安和県出身。幼い時に父を亡くし、母の再婚によって一時らせを名乗っていたが後に、複製した。県文年間に、大祖実力の編纂に際して推挙されて、官民院に入った。 英楽三角の即位後管理委員編集となり、その後も累進して、英楽22年には内閣大学士となり、政党9年の死去に至るまで在任した。同時代に、相次いで内閣大学士を務めた、陽久氏陽広氏と、三陽と称せられ、英楽、広広氏千徳、政党の4代にわたって、朝廷の重鎮であった。 文学においても大角隊の創始者として知られている。死に際して大死を追贈され、文帝と送りなされた。なお、同郷の宗ただ治むは、西南の変に際し、中心は利害を考えてはならぬという平素の主張から、見文帝に準じた。様式他数名の者が、宗の主張に同意して、共に死ぬことを誓っていたが、皆生き延びて、永楽御門に仕えた。 あとに、様式は、周ただしおさむのつてを作って、ぜ、おさむの子に、あの時私が共に死んでいたら、誰が父上の電気を書いたろうかと言ったのでそれを聞いた、ものは皆笑ったという、ありがとうございます。